はい。ということで、どうも、トラです。ということで、今日はですね、あえて注目されてないスニーカーを紹介するんごという、毎月やってる企画があるんですけども、先月ね、あんまりこう、載せれるもんないなと思って投稿しなかったので、まあ、8月9月、えー、含めて、まあ、今後のリークも含めて、えー、おすすめのものだったりとか、意外と値段ついてなくておすすめですよ、みたいなのも、えー、話していこうかなと思っております。まあ結構ね、参考にして、靴買ってくれてる方がいるみたいで。えー、そして、 えー、この動画の後には、えっと、ポップアップがですね、えー、9月18日に、えー、福岡でありますので、えー、その時に持っていく商品だったりとか、まあ、どこのお店やるのかとか、いろいろね、紹介していくので、最後まで、ね、見ていただければなと思います。ということで、早速、いってみよう w h o are you, w h o are you, はい。ということで、えー、早速、えー、紹介していこうと思います。ナイキカラーですね、えー、アンディコラボ、ね、えー、7月の方でも紹介させてもらったんですけど、それは新しいやつが出るということで、オ、えーバースワンローとダンクが発売するみたいです。こちらもどちらもかっこいいなと思っていて、前回のね、トラジス・スコットが履いたみたいで、7月で紹介した分はね、一時期ースニダンのランキングでも1位とかになってたんですけど、それでも全然値段はついてなかったかなと思います。 で、えー、今回は、まあ、エアフォース1、この黄色の部分がメッシュ素材ってなっているのが、まあ、エアフォースにしてもまあ珍しいのかなというのと、えー、青の部分は黒子の型押し最近の靴ではあんま見られないですよね。昔は結構あったような気がするんですけど。で、またソルも、えー、基盤だような、えー。前回と同じような感じで、まあ、ヴィンテージっぽくも見えるし、まあ、繁殖としてはまあポップなんだけど、可愛いんじゃないかなと、えー、思います。はい。個人的には好きです。なんかベープスターみたいですけどね、本当に。 で、えー、もう一つはダンクです。まあ、色味は黒がベースなんですけど何か面白いなって思ったのはこうなんかスプレーでシャーって染めたりとかすると下の部分ってこうあのスプレーがかかんなくてこう色が残るじゃないですかなんかあんな風になってんなと思っててで素材もあのハラコ風な異素材を使ってるという。 パッと見はね、全然わかんないんですけど、これも実物ちょっと見てみたいなと。なかなかこういう真っ黒のね、ランクも、えー、出ないので、個人的にはまあ、どっちもかっこいいですし、えー、前回と同様、そんなに人気はないのかなと思,う思いますし、えー、いいんじゃないかなと、えー、思っております。はい、ということで、もう一足紹介しようと思うんですけど、えー、これは8月に発売されたものですね、もう発売してます。えー、ナイキーアウーブンですね、マルチカラーとブラックパープルが私は出てたと思うんですが、 まあ皆さんこう写真見るとこいつ何言ってんだ何がかっけんだと思う方いると思うんですけど当時ねえっと僕はちょうど興味持った時ぐらいえスニーカーだったり洋服に興味持った時にすごく流行ってたスニーカーなんですよで当時何がかっこいいんだと思ってたんですけどもまあその後にねいろんな配色が出たりとかエアウィブブーツってものが出たりとかもうそのところにはねあまり人気なくなってた印象なんですけどまたね最近あの履いてる人もいないしかっこいいなと思っててそれこそ ちょっと前の購入費紹介で HTM コラボとかも紹介したんですけど、えー、まあ今回出てるのであれば、えっと、ブラックパープルがおすすめかなということで紹介させていただきましたウブンねこう最近の人は、ね、こうピンとこないと思うんですけどちょっと前の,あのソックダートとか出てきた時はねあなんかウーブンっぽいなって思って僕も見てたんですけどあんな感じで簡単に言えば履けるのでいいんじゃないかなと思います そして価格が、えー、定価がね1万9250円なんですけどもうリセールではもう1万1000円ぐらいまで落ちてるのでもう買ってもいいんじゃないかなと思う一足です最近ナイキはね、まあ、コラボものだったり人気が出るんじゃないかと言われてるモデルも全然値段がつかなくなってたりとかまあ言えば本当リセールで買った方が安いんじゃないかみたいなモデルもあるんですけどもまあ好きな人はね本当に好きな人はねその値段とか気にせずに買う人は いいんじゃないかなと思います。で、まあ、他、最近発売で個人的におすすめのものは、まあ、フラグメントと、えー、ダンクハイのネイビーブラックとかは色味的にもう合わせやすいしいいんじゃないかなと思ってます。はい、こんな感じで最近発売したナイキだと、えー、ここら辺かなと思います。ということで、次アディダス。はい、えー、次はアディダスなんですが、アディダスはね、リークとか今出てる時点ではあんまりいいのなくて、まあ、前回は、えー、とジェルミー・スコートコラボを紹介したので、 今回は一足だけ紹介しようと思います。えー、もう発売しているネイバーフッけ×アジアソリジャススーパースター 80s というモデルで、えー、説明をしていくとアッパーはマットな質感のスウェードを柱に無骨なあ印象演出、シューレース部分には取り外し可能なジップパーツを搭載といいですねジップパーツが付いてるっていうのがね。えー、でさらにヒルサイドには、えー、ネイバーフットのロゴをプリント、ミニマルなデザインながら巧みなステッチワーク。 でクラフトマンシップれる仕上がりへ導いたとカラーリングはブラックと、えー、オリーブとなっているということで、まあ、最近ネイバーフットのアパレルを見ててもすごく瞑想してるなというね、あのー、若い世代に駆け寄ってきてるなっていう感じはするんですけどこのアリダス自体はねその本来のこうネイバーフットらしさっていうのが出てて、えー、個人的には好きかなと思ってます。まあ、最近は、ね、スニーカーカも結構買ってるので 買わなかったんですけどまあ普通におすすめな1足となっていて値段もいくらだ18,700円まあそこまで高くないので、えー、いいんじゃないかなと思いますあとはまあアディダスだとなんだまたスライドが新色がねちょっと出てたりとかっていうタイミングなので早く真っ黒出してほしいんですけどなんか淡いしょんべん色とか,なんか茶色とかしか出さないのでまあ、茶色はいいんですけどね是非真っ黒出してくださいってことで。 <次>はいということで次がコンバースです。えー、前回も着底だとリクエストコラボを紹介したんですけど今回はウェポンのコラボが出たということで紹介します。えー、リクエストらしい厚底ソールと長めのシュ集団のジオバスケットを連想させブラックとホワイトのツートンカラーもリック感を強めている、えー、アッパーサイドのロゴも、えー、リクエストのアッパレルで使用されている星の一角が延長されたデザインに変更ということで、まあ、前回のやつよ,よりもまあ履きやすいんじゃないかなと。 コンバースはやっぱちょっと癖があるんでで、えーまあ、ほんとパッと見た時も初期のジオバスケットっぽいなというふうにも見えましたしまあウェポン自体ねまあよく履いてたスニーカーでもあるので最近も新しいの出てるけどなんかそれがね変わってたりとかするんですけどえー、まあ値段も安いですし、まあ、海外でしか買えないんですけど、えー、と僕は買ってますまあこれも届いたら、えー、と紹介しようと思います まあ余ってたので、まあ、日本で買ってもそんなに、えー、プレッてもないですし、まあ、今のうちから買っておくのいいんじゃないかなと後々高くなりそうだなっていうスニーカーだと思いますということで次はいということで次はニューバランスですねニューバランスは2足あるんですけども前回紹介したやつもねあの 2002R の,のちょっとこうダメージが入ったようなやつ再構築みたいなあれもう値段が安いからいいねっつってたのに普通にプレッて2万5000円ぐらいになってるっていうね すごいあの現象が起きててびっくりしたんですけども今回はえっと9月9日に発売するえリバースニバース M990V3 ですね。でもまあこの勢いから見るとプレるんじゃないかなと思います。えー、990V3 をベースにアンダーレニーにはライトなカラーのリバース製デニムを配置オーバーレニーには毛足の長いブルーグレーのスウェードアクセントパネルをブルーのデバックで構成したサイドの N ロゴにはリバースのタブが取り付けられるほか インストールにはリーバー・ソー・フィートのテキストを添えられ、思考のコラボレーションに花を添えているというモデルなんですけども、えー、僕がなんかいいなって思ったところはですね、まあ、全部こうデニムにすると結構重い印象になるんですが、傾、ま、斜、あの長い、えー、ブルー・グレーのスエードっていうところを、まあ、全面的に配置しているので、そこまでねデニム感が強く見えないので、まあ、合わせやすいんじゃないかなと。 だいたいデリムのスニーカーって合わせにくいんですけど、まあ、そういった面でも、まあ、グレー,、えー、ブルーとちま合わせやすいし、いいんじゃないかなと、えー、思うスニーカーです。価格はどれぐらいするんだろうな。価格は3万7000円。ちょっとやっぱ高くなっちゃいますね、えー。なんですけど、はい、おすすめのスニーカーです。あと一足紹介します。はい、次もニューバランスです、えー。もう海外では発売してるみたいなんですけど、国内が9月10日発売予定のジョーフレッシュグッズニューバランス 990V3 と。 ということ前回もさっきのね紹介したやつもヒヤキジュブスリ3だったんですけど、えー、こちら見た時ねあのサレヘマあんまりコラボなのかなと思ったんですけど女王、えー、フレッシュグッズコラボということで、えー、1990年代の端っこのいいアウターアカレーインスピレーションを受けブラウンとブルーを基調にアクセントにフクリームを施しアウトダーティストに仕上げたとアッパーは肌触りのいいスウェードとメッシュで構成サイドは KKG、えー、のロゴオーマージュ GFG とプリントということなんですけど まあ配色がね、まあ可愛いし、僕前も話したんですけど、1300、1400、1500とか、結構こう単色でね、こう運動靴っぽいのよりもこういう変わった配色で可愛いのが好きなので、これとかもすごくおすすめかなと思います。価格は国内だと3万5200円となっているので、ちょっと高いとは思うんですけど、まあ今っぽいんじゃないですかね、こうサンドベージュっぽい感じとか、まあブラウン系をメインとした配色っていうのはね。 でえー、今回は、えー、ナイキアディダス、コンバース、えー、リバイスと紹介しました。あと最近よく聞かれるのはこう、まあブーツの流れが来てて、ブーツ何かおすすめがないですかってよく聞かれるんですけど、最近見た中だとノンネイティブとレッドウィングがかっこよかったと思います。えーまあ、フィナムだったりとかの YouTube とかで紹介してる動画とか出てると思うんですけど、あのアイリスセッターのグレースウェードでソールが真っ黒っていうね。 ジジョージコックスっっぽさがあって、まあ、普通レッドウィングはアメリカなんですけど、まあ、イレギュラーな感じがね、えー、まあコラボならではなんじゃないかなと思ってかっこいいなと思いましたまあ結構履,く履きますかって聞かれるんですけど僕はレッドウィング履かないですねだからどうしてもこうかなりアメリカジによるのでレッドウィングがちゃんと流行るのはまだ1年2年後じゃないかなともっと上の世代の人がかが結構がっつり履かないと まあ下までは降りてこないんじゃないかなとまあスニーカーの勢いも強いですし、まあ、履きやすさっていうところでねどうしてもやっぱスニーカーの方が買ってしまうと思うので、はい、まあレッティングだと僕は普通にチャッカーとか <laughs>、えー、ポストマンの方が。 好きでということで、今日はスニーカーとブーツも紹介させていただきました。この後にポップアップの告知動画も紹介しますので、ちょっと長くなるんですけど、福岡でポップアップしますので、興味ある方はぜひ遊びに来てください。ということで、今日はポップアップの告知をやらせていただきます。9月18日土曜日、も近いんですけども、その日にですね、福岡県の大名、お店がたくさんあるところなんですけど、そちらで、 えー、ポップアップさせていただきます。で、お店の名前が B+ さんというお店で、その日がグランドオープンとなってるんですけども、えー、知らない人が多いと思うので、軽く説明すると,、えっと、名古屋のアムールっていう、ね、お店があるんですけど、そちらが、えっと、名前を変えて、まあ、名古屋ももちろんお店があるんですけど、えっと、新しく福岡にオープンされるということって、えー、そのタイミングでポップアップ決まりました。 え前々からね、名古屋のポップアップの話だったりとか、えー、そういうのはあったんですけど、まあ、コロナでずっと伸びていて、えー、急にね、まあ、驚いたんですけど、あの福岡でお店出されるということで、えー、まあそのタイミングだったら僕も行けるかなというので、えー、参加させていただきます。え今回はね、まあ、どういうものを発売するかっていう話にもなってくるとは思うんですけども、まあ、僕自身、マットエフェクトっていうブランドをやってるのと、えー、とまあそのマットエフェクトの再構築ライン、そして、 今後新しくくやっていく古着ですねまだね全然ウェブには出してないんですけどもそういったもののセレクトを一気に公開する、えー、結構大きいポップアップになると思いますそして、まあ、実際にこうどういうのを販売するかというのを紹介していこうと思うんですけど、まあ、通常 LINE の方からは、ねまあ、アーカイブのアイテムそして獣医長君の T シャツの再販というか、まあ、ポップアップ分でもともと取ってたものがあるのでそちらの販売ですね とえー、ポップアップ限定で再構築ラインの、えー、アイテムも作りました。えー、こちらです、バンダナの、えー、とベースボールシャツですね。こちらだったりとか、まだ、えー、と販売はしてない、えー、今月の終わりに一応、オーダー取って販売しようと思っている、えー、とパンツの先行販売だったりとか、この前あの、インスタの方に載せたんですけど、こういうパンツですね。再構築の、えー、とサレルパンツ。これは M65 を 解体してて枚使っった、えー、パンツとなってます。これも先行販売。これは、えっと、ポップアップ限定ですね、バンダナは。だったり、えっと、古着も、えっと、レギュラーのものとスペシャルのものっていうのを分けて持っていって、えー、レギュラーに関しては30着、40着ぐらいあります。しかもそのレギュラーも、例えばその適当に買って持っていった古着ではなくて、僕は一点一点全部選んだやつ。で ブランドで言えば、ラルフだったり、トミーだったりとか、ナイキとか、そういうストリート色が強いものをピックしてます。えー、その中で、も配色が珍しいものとかっていうのをピックしていて、まあ、本当に本職の,その古着屋さんの人が来てもあ、こいつやべえのセレクトしてるなとレギュラーでもここら辺セレクトしてるのかっていうぐらいいいものをピックしてると思います。今後、古着に関しても、そういうものも販売していくので、 あ隣にこういうのを販売するんだと、あウェブチェックしようと思ってもらえると思いますし、えー、今回スペシャルなアイテムとして、えー、持っていくのも紹介しますね。ナインティーズのナイキの、えー、とジョーダンのやつ。はい。この辺も今値段が高くなってきてます。もちろんサイズは XL です。M とかは基本的にピックはしてないですね。L と XL 中心にピックしてます。 アリスインンチェンズここら辺とかはもう自分の私物ですこんなバキバキの,あのアリス・イン・チェンズ持ってる人なかなかいないと思いますやっぱり、ま、JJDMX とかはいここら辺もやばいですね、まあ、分かる人しか分かんないと思うんですけどやばいです、はい、初売りレベルですナパウミですとか、まあ、結構ジャンルはバラバラにこういうビンティーとかも持っていきますこれも本当私物のものとかも放出してますプリンスこれもほぼ デッドっていうぐらいうら綺麗なやつですプリンスはい、えー、パンテラまあ一点一点紹介してたらめちゃめちゃ長くなるのではい、こういったものをパン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 と、まあ、分かる人しか分かんないかもしれないすみません マハ55はい、アニメ系も高くなってますね。と、これも冗談だな、はい。こういった感じ。こういった感じです。今まではね、このセレクトをメインで、えー、やったりとかはしてたんですけど、ポップアップも。まあ実際にこう、自分が好きなブランドっていうのが取り扱えない状態、まあ、実際に実店舗がないと取り扱えないっていう状態で。 まあなんかこうやり方としてなんかないかなって考えた時に行き着いたのがやっぱ自分のブランドだったりとかまあこういう古着だったりとかっていうのがセレクトだったのでまあこれをきっかけに本当再構築だったり自分が作ってるアイテムを見てまたねえ来月の販売の時とかに興味持って買ってくれる人もいたらいいですしまあ古着もあこういったものを売るのかとえ分かってもらういい機会にもなりますしまあ会ったことない人もね福岡でたくさんあのポップアップいると思うのでまあこれを機会にまに福岡以外のところも いろいろとやっていけたらなと思ってますので、えー、ぜひ、はい、来たことない方は会いに来ていただければなと思います。えー、B プラさんのインスタグラムのアカウントのね、新しく投稿すると思うんですけどそれもリツイートするので、えー、僕の、えー、インスタグラムのほ登録しておけば、その当日のね、まあ、場所だったりとか載ってますので、本当ね、場所めちゃめちゃいいですよ。まあ、もう、そこら辺行ったことある人だったらすぐ分かるような場所であるので、ぜひ遊びに来てください。福岡で。 会いましょうということで、えー、今日は、えー、ポップアップの告知おります。ということで、バーイ。